そうです。これあの軽装なんですか？そうです、あの軽装です。幾何学模様の一つ一つが植物プランクトンの軽装の殻、軽装アートと呼ばれています。それにしても一体どうやって作っているんでしょうか？全部手作業ですね。材料は日本各地の海で作った軽装、いろいろな形をしています。特殊な薬品につけて乾燥させると透明の殻が残ります。それを顕微鏡を覗きながら一つ一つ